プロジェクト世界夏休みラジオ。はい、皆さんこんばんは。星野一華役の野口瑠璃子です。皆さんこんばんは。日の森志保役の中島由紀です。夏休み期間に合わせて8月中ユニットごとにお届けしていくラジオ番組です。最初にお届けするのは私たちレオニードです。レオニの会では私中島と、野口さんで6日間、6日までを毎日お届けしていきますよということで、はい、あ、各ユニット6日間ずつお届けということで、すごい、我らはトップバッターでございます。あ、レオニはいつもトップバッターですね。 ありがとうございます。頑張ります。頑張ります。頑張ります。プロセカのラジオは、あ、ニーゴがニゴラジオやってるということ で、 で、ね、レオニ的にはラジオは初めてということ。そうですよね。レオニだけまだ全員集まれてないっていうのが毎回判明するっていう。そうだ、そうですよね。レオニ集まってない。おやおや、いつかね集まりたいんですけど、運営の人、ね、ちょっと1年経ちそうだし、そろそろ1年経ちそうだし、レオニ4人どうですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほなみちゃんを見てると、あ、なんだろう、ママ、いや、もうみんな多分同じ気持ちだと思うけど、ママ、ママみたいな、レオニのママはほなちゃんみたいな。好きな、まあ、カードイラストありますかってここに書いてますけど、はいはい、なんか好きなイラストとかあったりします？私はあのいちかが、うんうん、あのギターを抱きしめているイラストがあるんですけど、 あります?あるんですけど、あれがなんか笑ってなくてちょっと苦しそうな顔をしてるというか、なんかこういろいろ考えてる顔をしてて、でもギターをギュッと抱きしめてるところが、うわーってなって、いちゃーってなったような。野口さん、そういうキャラだったんですか。あらぬ声が出てしまう。いや、あの、もうすんごい胸をつかまれましたね、あのイラストは。確かに、あ、ここに書いてる、なんかガチャって自分のキャラ弾けました、うん、あ、声のトーンがだいぶ書いてます。だいぶ低くなってきたけど、これ聞いてる皆さんはゲットしてくださいましたか。皆さんどうなんですか。どうですか。なんか私、いちかのイベントの時に、いちかの星を弾けた時に、弾けたよみたいなツイートしたら、なんか僕は弾けませんみたいな、僕はまだ出てませんみたいな、頑張れみたいな。今弾いたら一緒に出るかもしれない。出るかもしれない。もう一回行こうみたいな。あの、野口さん的には、はい、石が溜まったら回します、それとも溜めておくタイプですか。意外と溜めておくタイプですね。いや、素晴らしい。えらい。ゆきさんはどんどん言っちゃう。ああいや、でも分かりますよ。待てないタイプ。待てない。なんか、あの、ガチャのあのページって、開くと出るかもしれない気持ちになりません。なんか大きく書いてあるしみたいな。そうそうそう、きっとこの子が来るみたいな。ピックアップ中ですみたいな書いてると、今だったら出るのかなみたいな。ピックアップだしなみたいな。そうそう、うん、あの、あんまり話してなかったですけど、夏休みってどんな風に過ごしてました。学生時代のですか。学生時代の何してたかな。全然夏休みらしい話してないなって途中で思っちゃって。確かに夏休みラジオっていうこの分かりやすいタイトルがついているのにもかかわらず、夏休み何してたかな。何してました。遊んでました。遊んでたのかな。あれ意外に、意外と記憶がないぞ、野口さんの中で。お祭りとかは、なんか花火見に行ったりとかはしてたような気もしますけど、なんでもそんなに外出てなかったかもしれないな。そうなんですね。なんか夏休み明けに友達に、うん、あ、色白いねって言われる、焼けてないんだねって言われる率が、そうだ、高かったんだ。思い出した。体育の授業とかに言われるやつ。思い出しちゃった。思い出しちゃった。みんな靴下焼けとかしちゃってるのにみたいな。焼けてないねみたいな。ということで、1日目ありがとうございました。それではお時間です。また明日お会いしましょう、ここまでのお相手は野口瑠璃子と中島由紀でした。バイバーイ。